また私の居場所を奪うの？あんたは私の人生の引き立て役ね。惨めったらないわね。もういいよ。アニメスカッと生活。私の名前はマサミ。今回は幼なじみであるレイカの話です。こちらがそのレイカ。レイカは昔から私のものを奪うことばかりでした。お気に入りの服、大好きだった彼氏、奪った後は興味をなくしたかのようにポイ捨ては当たり前だったんです。だけどまさかあんなことになるなんて。私には年収5億円のホストをしている旦那がいます。レイカは私の旦那に目をつけたんです。それではレイカとのやりとりをご覧ください。レイカ、あなた一体どういうつもりなの？そんなに怒らなくてもいいじゃない。怒りたくもなるわよ。まだ離婚もしていないのに、旦那が連れてきた再婚相手があなただったんだから。まさか彼がマサミの旦那さんだったなんて知らなかった。世間って意外と狭いんだね。嘘つき。私の旦那だって分かっていて、お店に通っていたんでしょ。友達から聞いているんだからね。へえ、誰が喋ったのかな。絶対に言わないでって言っておいたんだけどな。どうして人の旦那を狙うわけ？何変なことを言ってるの。ホストなんてしている旦那を持っているくせに。私が狙わなくてもいずれ誰かに奪われていたわよ。だってあんたみたいな地味女とあんなかっこいい人が釣り合うはずないじゃない。そうかもしれないけど、だからってレイカが浮気をしていい理由にはならないでしょ。うるさいな。私の人生の引き立て役なんだからごちゃごちゃ言わないでくれない。引き立て役？そうでしょ。昔から私にいいものを与えてくれる引き立て役。あ、踏み台？どっちにしても私に利用されるだけの人生ってことなの。ひどい。私のことをそんな風に思っていたの？そんな風にしか思われないような奴のくせに偉そうなことを言うのはやめてくれる？だってあんたみたいな女、どんなメリットがあれば幼馴染でいられるっていうの？踏み台にするしかメリットなくない？どうしてそんなことを言うの？私たち本当に仲良くやれていたと思っていたのに。レイカが私の彼氏を奪っても、レイカが可愛いから仕方ないんだって自分に言い聞かせて怒らないようにしていたのに。それなのに今回は旦那を奪うの？私の旦那だって分かっていて狙ったんでしょ？だって、あんたみたいな女が年収5億のイケメンホストと夫婦でいるって許せなかったんだもん。ああいうイケメンは私の旦那にこそふさわしいでしょ？だから奪ってあげたの。なんか文句ある？文句なら私だけじゃなくて旦那にも言ったら？最終的に私を選んだのは旦那なんだから。レイカは私に謝ることすらしないんだね。私から旦那を奪ったこと本当に悪いと思っていないんだ。はあ？思うはずないでしょ。思っているなら最初から浮気なんてしません。これからもあんたは私の踏み台なの。幼馴染って名前だけの踏み台ってことで。結局レイカは私に申し訳ないという気持ちすら持っていないようです。これまで我慢してきましたが、さすがに旦那を奪われて気力がなくなってしまいました。両親も旦那との結婚は祝福してくれていたので、離婚になることを告げました。そしてこれまでレイカにされていたことも話したんです。これまでは私も悪かったんだからという気持ちがあったので、両親にレイカからされていたことは話せませんでした。でも今回の浮気で、私が悪かったのではなく、レイカが昔から私を狙って嫌がらせのように奪っていたんだということが分かったからです。両親は私の話を聞いて激怒しました。両親はレイカのことも可愛がっていたのですが、まさか裏でそんなことをしているとは思わなかったのでしょう。両親、特に父が激怒して、お父さんに任せなさいと言ってきました。この年齢で親に頼るなんて恥ずかしかったので、止めたのですが、これまで我慢していたんだ、娘が親に頼って何が悪いと言ってくれたんです。父の言葉が嬉しくて、私は何をするかわからなかったのですが、父に任せることにしました。その間に私と旦那は離婚をしました。旦那はレイカに熱を入れ上げているようですんなりと離婚をしました。少しも惜しまれなかったことが悲しかったし、情けなかったです。けどレイカなんかに熱を上げる旦那なんて、もうどうでもいいという気持ちの方が強かったですね。そして離婚から1ヶ月後、レイカが慌てたような連絡をしてきました。あんた一体何をしたの？え？私の旦那が働いているホストクラブ、潰れちゃったのよ。は？レイカの旦那って。
あんたの元旦那よ。あんたと離婚してすぐに結婚したんだから。ああ、そうだったんだ。興味ないから知らなかった。そんなことはどうでもいいのよ。あんたのせいでしょ？彼が働くホストクラブ潰れたのって。知らないよ。あんたの親がしたんじゃないの？あんたの親の会社が買収したって聞いたんだから。そうなんだ。でもそれだったら私に文句言わないで、お父さんに言えば。はあ？あんたがさせたんでしょ？私がさせるはずないでしょ。おそらく父が何らかの圧力を加えたのでしょう。さすがにそれをレイカに言うことはしませんでしたけど。どういうことなのかと父に話を聞いてみると、元旦那の働いていたホストクラブを買収して潰したのだそうです。これはレイカから聞いていたので知っています。私の支援のためにそんなことをして大丈夫なのかと心配になったのです。すると父は、心配することはないと言ってくれました。詳しく話を聞くと、元旦那が働いていたホストは悪評が多くなっていたそうです。そのため潰した方がいいのではないかという話も出ていたのだとか。どうせ潰すなら自分の手で徹底的に潰すということで父が買収をしたのだとか。結局私のための支援ということなんですけどね。父は私に甘い部分がありましたが、まさかこんなことまでするなんて。けど自分の手で仕返しをしたわけではないので、少し複雑な気持ちでしたけどね。けど父は使えるものを使って何が悪いというくらいの気持ちを持てと言ってきました。父が言うには、私は優しすぎるのだそうです。自分ではそういうつもりはないので、少し違和感があるのですけどね。やっぱりあんたの仕業だったんじゃないの？あんたのためにあんたの親が彼のホストクラブを潰したってことを調べたんだからね。だったら評判が悪かったことも知っているよね。私は元旦那の仕事にはタッチしていなかったから知らなかったけど、評判が悪くなるくらい悪どいことをしていたってことでしょ。そんなの、ホストだったら少しくらいはしているものじゃないの。そういうの知らないし、やりすぎたから店がなくなるようなことになったんじゃない？それだけじゃないわよ。あんたの父親、あの界隈のホストクラブに通達を出しているらしいのよ。旦那を雇うなって。雇わなければ店に支援金を出すって。金で何でも解決しようなんて汚い親ね。だから娘のあんたも人気なんでしょうよ。だから何？使えるものを使って何が悪いの？レイカが私を貶めるために女を武器にしていたのと同じでしょ。私は自分に使えるものを使っただけ。けど今回は父が助けてくれたってだけだけどね。私がお願いしたわけじゃないって言ったら逃げるような感じに聞こえるかもしれないけどね。何よ、開き直らないでよ。あんたの親のせいで私の居場所がなくなるじゃない。これまで散々私の居場所を奪ってきたじゃない。レイカはこれまでのツケを払う時が来たんじゃない。何よそれ、偉そうに上から目線で言わないで。あんたなんかに私の人生はめちゃくちゃにさせないから。あんたなんか私の踏み台でしかないんだからね。何度も同じことを言わなくても聞こえてるよ。それしか言うことはないの？もっと他に何か言うべきことがあるんじゃない？はあ？あんた誰に向かってそんなこと言ってんの？レイカだけど、いつまで私を見下しているの？はっきり言って私は、レイカに見下されるような言われはないんだけど。っていうか、私なんかを踏み台にして満足？だからレイカは友達がいないんだよ。は？いるし、友達なんてあんた以上にいるし。だったらどうして私に元旦那のことを教えてくれたんだろうね。教えてくれた人はみんな話していたよ。レイカとはいい加減縁を切った方がいいって。え？いつまであんなわがままな人に付き合っているつもりだって。知ってた？今までレイカは他の友達のことも見下していたでしょ。だけど本当に見下されていたのはレイカなんだよ。みんな自分の言うことを聞いてくれるって前に言ってたことあったよね。あれはレイカに合わせてあげないと癇癪を起こすから。みんなレイカのことが好きだからってわけじゃないよ。むしろ厄介ごとに巻き込まれたくないから、しぶしぶレイカの言うことを聞いていてあげただけなの。そんなの嘘でしょ？嘘だと思いたいんだろうけどね。事実だよ。なんなら聞いてみたら、私がレイカのせいで離婚になったってことで、ほとんどブロックしているって言ってたよ。嘘！それは本当です。レイカは自分が可愛いから、愛されていると考えていたようですが、実際は大人になりきれない痛い人として見られていたんですよね。そんなことにも気づかないなんて、本当にレイカって精神年齢がいくつなのかなって哀れになってきます。これからレイカと付き合いたいという人はいないでしょう。私が知る限り全員がレイカを切ったようなものでしたから。レイカから返信が遅くなりましたが、
きっと今頃みんなにメッセージを送っているんでしょう。誰かが返信してくれるはずだと待っているんだと思います。誰からも返信が来ない。どうして、どうして私が捨てられてあんたの心配ばかりされるの。日頃の行いってやつじゃない。自意識過剰もレイカほどになると大変だね。何よそれ、自分は友達から愛されているって言いたいわけ、心配してくれる人がいるって自慢したいわけ。は、別にいいし、私にはイケメンの旦那がいるから。そのことだけど、元旦那レイカ以外に女がいるよ。え、今頃その人と逃げているんじゃない。だから今帰ってきていないでしょ。いや、彼は仕事を探しに行くって。元旦那は空港にいるってさ、友達が教えてくれたけど。結果だけ言えば、レイカと元旦那は籍を入れていなかったそうです。婚姻届を出すのは元旦那に任せていたそうで、レイカは籍が入っていないことも知らなかったのだとか。そのためレイカは元旦那に貯金をすべて持ち逃げされたそうです。もしかしたらそれが目的だったのかもしれないですね。年収が5億あったけど、私への慰謝料や不倫相手に貢いだりで、ほとんどお金なんて残っていなかったですからね。お金がなくなるほど貢いでいたのに、レイカはそんなことは何も言いませんでした。つまりレイカ以外にお金を使っていたってことになるんですよね。まあこれまで人を踏み台にし続けてきたレイカですから、今後は自分がそんな目に遭うことになるでしょう。実際元旦那が一緒に逃げた女性の踏み台にされていますから。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はミチル。今回は知人月子の話です。こちらがその月子。月子は私の親友の友人で、3人で遊んでいたりしました。彼女は現在私の家で働いています。見知らぬ人であれば断っていたのですが、月子とは2人では遊んだことはありませんが、顔見知りだったからです。私の家は豪邸と呼ばれるものであり、掃除なども結構大変です。そのことを親友に話したら、仕事に困っている人がいるから雇ってあげてほしいと言ってきたんです。それが月子でした。もともと家政婦をしていたこともあって、家事のプロフェッショナルでした。実際に雇ってみてかなり助かったのも事実です。ちなみに月子には1週間のうち月曜から金曜日まで住み込み、土日は帰宅してもらうというスタイルをとってもらっています。なぜそのスタイルになったかというのは、月子は既婚者で単身赴任している旦那さんから、帰る日は必ず家にいろと言われているそうです。どうしても仕事をしたいとお願いされてしまい、平日のみお願いすることにしたのです。ただ一つだけ困ることが起こってしまったんです。まさかあんなことになるなんて。それでは月子とのやりとりをご覧ください。今日の仕事も終わらせていますので、これで失礼します。仕事が忙しそうなのでメッセージ連絡ですみません。ねえ、一つだけ聞きたいんだけどいい？はい。今日は自宅に帰る予定だったんですけど、何でしょう？あ、もう家は出てしまったんですけど。いいよ、聞きたいことは一つだけだから。家のものを持ち帰ってるよね。え？下手なごまかしはしなくていいよ。物がなくなっていることに気づいて防犯カメラで確認したけど、月子が盗んでるところがバッチリ映ってたから。防犯カメラ？前に空き巣に入られたことがあったって言ったよね。その時に防犯カメラを設置したんだよね。そのことは雇う時にも伝えていたはずだけど、忘れてたの？聞いてない。聞いてないことはないよ。この前沢子と3人で会った時にも説明したじゃん。なんなら沢子に確認してもらってもいいよ。私ちゃんと説明しておくべきことはまとめておいたから。絶対に説明してないことはないから。まあそれはどうでもいいんだけどね。で、盗んだことに関しては何か反論ないの？別にいいじゃない。あんなにたくさん物があるんだから、一つや二つなくなっても困らないでしょ。そういう問題じゃないよね。それに一つや二つなくなってもって言ったけど、実際になくなっているのは10個以上なんだけど、金額にしたらかなりのものになるんだけど、どうしたわけ？売ってたのよ。売ってた？うちの給料低くないよね。
毎月40万円渡してるんだから。足りない。ブランド物も買いたいし、借金返済もあるし、一生懸命働いてるんだから別にいいでしょ。いいことないって分かってるよね。警察にも被害届は出してあるから、ちゃんと報いは受けてもらうよ。警察ってそこまで大ごとにしなくてもいいじゃない。1億円以上の被害が出ているのに大ごとにしなくていい？寝言は寝てから言いなさいよ。どうして私がこんな被害を受けているのに、盗んでいるあなたから大ごとにしないでいいなんて言われなきゃいけないの？そんなことしなくていいじゃん。友達なのに警察沙汰にするってありえないんだけど。友達って言っても顔見知り程度じゃない。それにさっきから話を聞いていれば反省も何もしてないでしょう。しっかり自分がしたことの償いをしてもらうから。今回のことは沢子にも話しました。沢子も驚いていて、ごめん、そんな人だと知らないまま紹介しちゃったと何度も謝ってきましたね。本当に月子の手癖の悪さは知らなかったのでしょう。親友自体に罪はないですし、いいよ、警察に対応してもらうからとしか伝えられませんでした。親友はものすごく罪悪感があるのか、いろいろと手助けをしてくれました。月子からも話を聞いたようで、売り払った質屋のことなども教えてくれましたね。ただ売った時のお金を返せば品物が返ってくるわけではありません。それに月子はすでにお金を使っていて、返せるだけのお金がありませんでした。月子は旦那さんもいたので、彼女の旦那さんも交えて話をしたら、その場で旦那さんが彼女に対して怒り始めました。きっと旦那さんにとっても寝耳に水の話だったのでしょう。とりあえず私が品物を買い戻すお金を支払うことにしました。そして月子には毎月一定額を返済してもらうことになります。当然ながら月子の給料だけでは足りないので、旦那さんにも負担してもらうことになりますけどね。ちなみに旦那さんは月子の給料が40万円だということは知りませんでした。僕には毎月10万円ももらえないと言っていたんですと反論されたんです。彼女の口座に振り込んだ証拠を出すと、旦那さんは驚いて月子に向かって、生活が苦しいって仕送り30万していたじゃないか、合わせて70万何に使っていたんだと怒り出してしまいましたね。私が盗んだものを買い戻すって言ってたけど、かなりお金がかかるじゃない。そんなお金なんて払えるわけないでしょ。払えないんじゃなくて、払うつもりがないだけでしょ。だいたい誰のせいでこんなことになってると思ってるの。私が払っていた給料も10万円ももらえていないって愚痴ったそうね。私は毎月40万円振り込んでいたのに、相場よりも高くしていたのに、恩をあだで返されたような気分だよ。もうあなたは来ないでください。家のものを盗むような人に家事なんて任せられません。いきなりクビってこと？こういうのって前もって言うべきじゃないの？盗みを働くような人にちゃんとした対応をするべきだとでも？はっきり言って告知すらしないで解雇できる立場なんだよ。それにお金を払わないならあなたの両親のところにも行くから。もちろん旦那さんの両親のところにもね。なんで私たちの両親のところまで？沢子から聞いたけど、あなたの親って地主だって？むしろそっちに話した方が手っ取り早くお金を取り戻せそうだよね。ちょっとやめてよ。親を巻き込まないでよ。親は関係ないでしょ。そうだね。いい年した大人が親に尻拭いて恥ずかしいよね。だったらちゃんとあなたがお金を払ってくれる？それができないなら親を巻き込まないでなんて言う資格はないよ。それでどうするの？ちゃんとあなたが払ってくれるの？払うわよ。払うから親にだけは。月子はよほど親に知られたくないのでしょうね。ただお金を支払ってもらえる保証がなかったので、しっかり彼女の両親にも伝えておきました。月子の両親はとても厳しい人だったらしく、家の恥さらしがと激怒していましたね。彼女には兄と姉がいて、優秀な兄と姉、そして落ちこぼれの末っ子である月子という感じでした。
ある意味、月子にとっては警察よりも親の方が怖かったのかもしれません。その証拠に私が彼女の両親に伝えたと言ったら、なんてことしてくれるのよとつかみかかってきそうな勢いでしたから。月子と月子の両親、そして旦那さんと私たち夫婦で話し合った結果、一応彼女の両親がお金を立て替えてくれることになりました。その後は月子と旦那さんが毎月彼女の両親に支払っていくというスタイルのようです。私としてはこれ以上月子と関わらずに済むので願ってもない提案でした。ただそれからの月子は大変だったみたいですけどね。月子の両親はかなり嫌味っぽいタイプだったらしく、ネチネチと言われて彼女の旦那さんの方が先に参ってしまったようです。あの話し合いから半年もしない間に月子は離婚したくらいですから、正確には旦那さんの方が耐えられなくなって離婚届を置いて出て行ったらしいです。月子が旦那さんの実家に行ったそうですが、旦那さんの両親から追い返されて会うこともままならなかったのだとか。あんたのせいで私は離婚になったのよ、どうしてくれるの？あんたがあんなことをしなければ。責任転換をしないで。あなたが盗みなんてしなければこんなことにはなってなかったのよ。自分が原因のくせに人のせいにするなんてどこまでずうずうしいの。あなたの旦那さんもあなたが盗みなんてしなければ離婚にならなかったんじゃないの。自分のせいなのに私のせいにしないでほしいよ。あんたが我慢していればよかっただけの話でしょ。金持ちのくせにがめついとかどういうことよ。金持ちだからってお金に無頓着なわけじゃないよ。それにどうして顔見知り程度であるあなたのために我慢しなければいけないの。返してよ、私の幸せな生活を返してよ。まず私に対する返済額を立て替えたご両親にお金を返せば。自分はまだ何も返済してないのに自分が失ったものばかり言われても困るのよね。これ以上私に連絡をしてくるのはやめてくれない。もうあなたのご両親からお金はもらっているし、これ以上あなたと関わる必要はないわよね。まあこれからブロックするから連絡取りようがないと思うけど、あなたが連絡すべきは私じゃなくてご両親や旦那さんでしょ。文句言ってくる暇があるなら何とかすれば。その後私は月子をブロックしました。本当は解決した時点でブロックしておくべきだったんですけど、ついうっかり忘れていたんですよね。それから親友に月子がどうなったのかを聞いたのですが、どうやら家に連れ戻されてしまったそうです。一人にしておくとろくなことをしないとご両親が判断したのだとか。お兄さんやお姉さんからは厄介者がと疎まれているのだとか。まあ言いたくなる気持ちはわかりますけどね。月子の旦那さんは正式に離婚をしたそうです。月子が会社に来ても大丈夫なように対策はしているそうです。ある意味本当に災難だったのはこの月子の旦那さんなのかもしれませんね。それから数年後、一度だけ月子を見かけたことがありました。両親と一緒にいたようですが、暗い雰囲気できっとまだお金は返しきっていないのでしょう。正直月子のやり方では一生かかっても返せないかもしれません。でもご両親が何とか返済させようとしているようですけどね。私が見かけた時も職案に連れて行くところだったみたいですから。月子を紹介してくれた親友との仲は切れていません。親友は月子と縁を切ったと言っていましたけどね。そりゃそうでしょう。自分の顔に泥を塗るようなことをしてくれたんですから。親友は一時期申し訳なさそうにしていましたが、彼女もある意味被害者です。だから月子からの被害を彼女のせいにするつもりはありません。なぜなら数回しか会っていなかったとはいえ、私も見極めることができなかったのですから。月子は自分勝手なことをした結果、苦手だろうと思うご両親から一生離れることができない状態になったようです。ある意味彼女にとっては最大の罰かもしれません。私はもう彼女と関わることはないですし、本当に信用できない人を家に招き入れる怖さを勉強をさせてもらったと思うようにしました。
仕事で多忙なので家のことがままならない今の状況はさすがに放置できないので、今度はしっかりとしたところに頼むつもりです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はしおり。今回はママ友ミキの話です。こちらがそのミキ。ミキとは子供が同じ保育園ということで仲良くなった人です。家族ぐるみで付き合うこともあり、旅行なども一緒に行ったことがあります。ママ友とは上辺だけの付き合いが多い中、ミキと出会えてよかったと思っていました。でもどうしても許せないことが起こったのです。それは私の夫とミキが不倫していたことが分かりました。しかもミキは悪びれることもなく、家庭に問題がなかったら不倫なんてしないよと、まるで私に責任があるかのように言ってきたのです。それではミキとのやりとりをご覧ください。夫と不倫したことに関して本当に悪いと思っていないの？この前も言ったでしょ、家庭に不満がなければ男は不倫なんてしないものよ。夫に話を聞いたら、あなたが強引に誘ってきたと言っているけど、まあ夫の話を鵜呑みにするわけではないけどね。少なくともあなたから誘ったって言葉だけは嘘じゃないと思ってるよ。どっちでもいいんじゃない？不倫したことに変わりはないんだから。そうだね、だから不倫の代償は支払ってもらうよ。慰謝料のこと？うちの旦那に知らせたらそっちにも慰謝料請求が行くんだから、総裁ってことでいいんじゃない？それだったらミキたちだけしか得をしないじゃない。あなたの旦那さんにも話をしているから覚悟をしておいてね。は？ああ、言うのが遅れちゃったね。あなたの旦那さんとさっきまで話をしていたの。あなたの旦那さんは不倫のことを知らなかったみたいだから、しっかりと伝えておいたからね。なんでうちの旦那まで巻き込むわけ？さっきまでひょうひょうとしていたのに慌て始めたね。やっぱり自分の旦那さんに不倫のことが知られるのは嫌だったんだ。当たり前でしょ、うちの旦那は潔癖なところがあるから不倫なんて許してくれないんだから。普通はそうなんじゃない？私だって自分の旦那が不倫をしたなんて知りたくなかったよ。なんで私だけが悲しい思いをしなきゃいけないの？あなたの旦那さんだって関係ないわけじゃないから伝えておくべきでしょ。本当は知らない方が良かったんだと思います。でもこのまま何もなかったようにすることはできません。だからミキの旦那さんにも伝えさせてもらったんです。ミキの旦那さんは自分も辛いはずなのに、まず私に謝ってくれました。だから私も夫の不倫について謝罪しました。ミキの旦那さんが言うには、不倫などしている人には嫌悪感しかないと本当に嫌そうな感じでしたね。そして一度だけと言っても許すつもりはないから離婚になると思いますとも言っていました。離婚されるかもしれないと思ったから、きっとミキも慌てたのでしょう。旦那さんの様子を見る限り、もう離婚回避は無理でしょう。ミキの旦那さんには、あなたはどうするんですかと聞かれましたが、すぐに答えることはできませんでした。感情のままに離婚を決めても、後から後悔すると思ったからです。私が離婚されたらあんたのせいだからね。知らせなくていい人に知らせて。本当にあんたってなんてことをしてくれるのよ。なんてことをしてくれるのよって言いたいのはこっちなんだけど。ミキだけが悪いわけじゃないのはわかってるけど、こっちは不倫をされた被害者。それなのによく私を責めるようなことを言えるよね。本当にどんな神経をしているの？私だって不倫をバラされた被害者よ。あんたが言わなければ旦那だって気づかなかったはずなのに。被害者？加害者の間違いでしょ。そんなに知られたくないなら不倫なんてしなければいいじゃない。自分で不倫をしておいてバラされたら自分が被害者？本当に何を考えているの？あなたみたいな人とこれまで仲良くしていたって思うと気持ち悪くなってきたよ。なんですって？私だってあんたがちくりまだと知っていたら仲良くなんてしてあげなかったわよ。はっきり言って尻滅裂です。知られたくないなら不倫なんてするなという私がおかしいのでしょうか。不倫をしたミキの方が悪いはずですよね。旦那さんに知らせたのは私ですけど、慰謝料のことを話すこともあり、ミキの旦那さんに伝えたことが悪かったとは思っていません。旦那さんも知らないままでいるよりは教えてもらえてよかったと言ってくれましたしね。まあ社交辞令の可能性もありますけど。そうだ、離婚になったらあんたの旦那と再婚すればいいんだ。は？あんたの旦那の方がイケメンだし気に入ってたんだよね。私の旦那はあんたにあげるから、そっちも再婚すれば？何を言ってるの？私は離婚はしないわよ。は？今回は再構築をすることにしたの。旦那も反省してるみたいだし、一回だけは離婚を回避してあげるつもり。許すつもりはないけど、子供のことも考えて離婚はしない方がいいって判断したのよ。はあ？じゃあ私だけが離婚されるんじゃない。
そんなのおかしいでしょ。あんたも離婚しなさいよ。離婚なんてしないよ。これは私の仕返しだから。仕返し？あなたの旦那さんはほぼ確実に離婚するって言ってた。でも私まで離婚したら、あなたは私の旦那と再婚しようとするだろうなって予想していたの。まさか本当にその通りになるとは思わなかったけどね。あなたは一人で自分が失ったものを実感するといいわ。私は離婚なんてしない。旦那と子供とこれからも生活をしていく。でも離婚されるあなたは旦那さんも子供も失うのよ。そこまでしてようやく自分が何をしたのかわかるんじゃない。一時の楽しみを優先して自分の家族を失ったことを実感させること、それが私のあなたに対する復讐よ。何よ、そんなの私だけが全てを失うってこと？そうね、私はこれからも夫と一緒に暮らしていくわ。あなたが悔しがるくらい幸せになってみせる。夫はしばらく反省させるつもりよ。お小遣いもなしにするし、仕事が終わったらすぐに家に帰ってきてもらう。遊ぶ暇なんて与えないし、それに対する反論も認めない。私が納得できるまでその生活を続けてもらうわ。ちなみに夫はそれを伝えていて、それでもいいからやり直したいって言われたわ。そんな、じゃあ私はどうすればいいの？知らないわよ。離婚したくないならあなたの旦那さんにすがりつけばいいじゃない。夫が私にそうしたようにね。ただあなたの旦那さんはあなたを許すつもりはないでしょうけどね。離婚に向けて着々と準備を進めているみたいよ。そんな嫌よ嫌。どうして私だけが何もかも失わないといけないの？不倫したからでしょ。私は離婚しないことであなたに復讐をするけど、あなたの旦那さんは離婚をすることであなたに復讐するってことじゃない？どっちにしても自分で招いたことだから自業自得だよ。自分が被害者みたいな言い方するのはやめたら？誰もこんな結末になるのは望んでいなかった。でもこうなったのはあなたが不倫をしたからでしょ？あんたも離婚しなさいよ。離婚して私と同じ立場になりなさいよ。たとえ離婚しても私とミキが同じ立場になることはないよ。だって私は不倫なんてしてないもの。他のママ友たちもだけど、不倫ってママ友から嫌われることナンバーワンなんだって。離婚になったらあなたは他のママ友からどんな扱いを受けるんだろうね。その前に子供はあなたの旦那さんが親権を取るって言ってたから、ママ友と話す機会すらなくなるかもしれないけど。ねえ、私の旦那に謝ってよ。あんたの旦那が私の誘いに乗るからこんなことになってるの。だからあんたにも責任があるでしょ。自己中の極みだね。なんで私があなたのために謝らないといけないの？私の夫があなたの旦那に謝罪するようにはちゃんと言うし、慰謝料も支払わせる。けど、あなたのために私が謝ることなんてない。そもそもあなた私に謝った？不倫しておいてごちゃごちゃと言うばかりで、私に対する謝罪もないのに、なんであなたを助けないといけないの？謝るから、これからちゃんと謝るから。謝るからって言いながら、ごめんなさいの言葉が出てこないところに笑いが出るよ。それに言われてから謝られてもね。言われてからなら誰だってできるでしょ。お願いだから私の旦那に説明してよ。本当に離婚されちゃうんだから、一生のお願いだから。結局ミキは離婚になりました。ママ友たちにも不倫のことがバレて、興味本位に私に聞いてくる人もいます。みんなの好奇心を満たすためのネタを提供したくないので、向こうの旦那さんとはちゃんと話したからという言葉で濁しています。夫は心から反省しているようなので、今回だけは離婚回避をします。義父母からも夫はこってり絞られたので、もうバカなことはしないでしょう。もともと真面目な人で小煩悩なところがありますからね。裏切りを見逃すのは一度きりです。本当は許してあげると言えるのが一番なんでしょうけどね。さすがにまだ夫がした不倫を心から許すことはできません。ちなみにミキは離婚後に、お前と不倫したせいで私は離婚された、お前の家族もめちゃくちゃにしてやると暴れ回ったので警察を呼びました。家の敷地内に勝手に入ったので不法侵入で通報させてもらったんです。夫にも、あなたがした不倫でああなっているの、ちゃんと反省してねと暴れるミキを見せながら言いました。夫もまさかここまでになるとは思っていなかったようで、もうしませんとか細い声で答えました。あれから数年後、夫の不倫を乗り越えて私たち家族は幸せに暮らしています。ただ不倫のことがあったせいで出世チャンスを逃しましたけどね。夫にとっても不倫の代償は大きかったようです。昇進を逃したことで私に引き目を持っているようですが、私自身はあまり気にしていません。生活が逼迫しているわけでもないですからね。それより子供としっかりコミュニケーションを取ってくれている方が嬉しいです。こちらからも慰謝料は払いましたが、ミキからも分割で支払われています。と言ってもミキと一緒に暮らしているご両親が入金しているのでしょうけどね。
ミキは子供とも会うことを許されず、自宅に引きこもっているそうです。不倫が原因でこうなったのだとようやく分かってきたんじゃないでしょうか。ママ友の話では、ミキの元旦那さんは再婚したようで、これからミキはもっと子供に会えなくなるでしょうね。年齢を重ねてからきっと、バカなことをしたと、子供の大切な場面に出会えないたびに思うのでしょう。まあ私には関係ないですけどね。今、この手にしている幸せは簡単に壊れてしまうものだと自覚しながら、夫が不倫を繰り返さないように目を光らせておこうと思います。本人も反省しているので、もう不倫はないと信じたいですけどね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はトール。今回は妻和子の話です。こちらがその和子。和子とは結婚して7年。まだ子供はいませんが、いつかはと考えていました。俺としては何年も前から子供を作りたいと言っていたのですが、和子から金銭的な余裕ができてからにしようと言われて、それもそうかと納得する部分もありました。家族のことを考えれば、余裕のない時に子供を作っても苦労するだけですからね。やっぱり俺よりしっかりしているんだなと思っていたのですが、そんな時でした。俺が会社からリストラを言い渡されたのは。それでは和子とのやり取りをご覧ください。リストラってどういうこと？会社の業績が悪くて結構な人数がリストラ対象になるって話は聞いていたんだ。ただ独身の人をメインにするって言われていたから俺は大丈夫だと思っていたんだけど、ごめん、まさか俺がリストラされるなんて思いもしなくて。でも次の仕事も見つけるから。離婚しましょう。え？それなりに給料が高かったから我慢していたのに、リストラされたらもうトールには何の価値もないじゃない。我慢ってどういうこと？俺に価値がないって話が見えないんだけど。言葉の通りに決まってるでしょ。それなりに収入があったから我慢していたの。お金って魅力がなかったら、あんたみたいなつまらない男と結婚してあげたんだから。リストラされたならもういいわ。彼氏のところに行くから。彼氏ってまさか浮気をしていたのか？もう3年くらいになるかしら。あんたってば全然気づいていないから面白かったわ。もしかして子供をまだ作らないって言ったのも？最初からあんたとの子供なんて作る気なかったわよ。あんたとの子供を考えたらおぞましいわよ。愛せない男の子供なんて産めるはずないでしょ。俺のことを裏切っていたんだな。裏切る？変な言い方はやめてくれる？最初から私はあんたなんか愛してなかったんだし。最初から愛情がないのに裏切れるはずないでしょ。裏切るための絆とか思いとかそういうのも成立していなかったってことなんだから。もういい。お前なんかとは離婚だ。慰謝料も請求するからな。笑える。男として勝てるものがないからってお金？いいわよ、彼に出してもらうから。リストラされて唯一のものもなくなったんだもんね。かわいそうだから慰謝料は上乗せして払ってあげるわよ。その後俺と和子は離婚しました。慰謝料は相場以上もらうことができましたが、お金があっても裏切られた気持ちが心の中にくすぶって荒れた毎日を過ごしていたのです。そんな時でした。同級生から起業しないかという連絡が来たのは。俺はプログラマーを目指していたこともあったのですが、和子との結婚を考えていたこともあり、安定性の高い会社員の道を選びました。でも今はもう守るものなど何もありません。俺は好きに生きてもいいんじゃないかという友人の言葉に心を動かされ、もう一度夢を追いかけることにしました。そして離婚から3年後、友人と起業した会社が軌道に乗り、俺はリストラされた当時と比べると結構なお金を稼げるようになっていました。そんな時、和子からメッセージが届いたのです。トール、久しぶりだね。元気にしてた？離婚してからだから3年ぶりくらいかな。今さら何の用だよ。離婚して3年も経っているのに今さら連絡なんてしてこられても困る。そんな冷たいこと言わないでよ。私あの時の自分の言動をすごく反省しているの。お金だけを見てトール自身を見なかったこと、本当にごめんね。勝手なことを言ってるって分かってるけど、もう一度トールとやり直したいの。それでまた俺の金で浮気をするつもりか？誰から聞いたんだよ。俺が年収3000万になったからってすり寄ってるんだろ。そんなの知らないよ。年収3000万円って本当なの？
3年ですごく頑張ったんだね。もしかして私を迎えに来ようとしていたの？は？私がお金お金って言っていたから、それでお金を稼いで私を迎えにって考えていたんだよね。そんなに私のことを愛してくれているのに、私はトオルにひどいことばかりして本当にごめんなさい。勝手に盛り上がらないでくれないかな。誰も和子のために頑張ったわけじゃないし、むしろ和子のことなんて忘れていたよ。あんなことを言った女なんてさっさと忘れたいしね。私のことを忘れていたって、じゃあ何のために仕事を頑張っていたの？どうしても自分につなげたいわけ。俺が頑張っていたのは和子からされたことを忘れたいからだよ。和子との結婚のために諦めた夢をもう一度追いかけ始めただけ。友達と起業して会社経営も軌道に乗ってるしね。え、じゃあトオルって社長なの？トオルとやり直せば社長夫人になれるってこと？どこまで自分勝手なんだよ。和子とやり直すつもりなんてないって言ってるだろ。どうせまた同じことをされるだけだしね。信用ならない人と再婚なんて何の罰ゲーム？それに俺の年収のこと知らないふりやめてくれる？何人かの友達から忠告が来たよ。和子が俺の年収について調べ回ってるって。この前雑誌取材を受けたから、その雑誌でも見て俺のことを思い出しただけなんだろ。バレちゃった？でも3年経っても独身なんでしょ？再婚したって記事はなかったみたいだし、それってつまり私に対して未練があるってことだよね。下手な言い訳しなくてもいいんだよ。再婚してあげてもいいし。寝言は寝てから言ってくれないかな。雑誌に再婚しているって書いてないだけで、なんで俺が和子に未練があるように思えるんだよ。聞かれなかったから言わなかっただけで、俺は再婚して子供もいるけど。え？3年も経っているんだから再婚していてもおかしくないんじゃないか。むしろ俺にすり寄ってくるってことは、和子の方こそまだ独身なんだ。あの時の浮気相手には逃げられたんだろ。だから俺にすり寄ってきたんじゃないか。私の方から振ってやっただけよ。別に私が捨てられたわけじゃないし。まあどうでもいいけど、俺は和子に興味はないし、今更俺のところに戻りたいとか考えられても迷惑だしね。どうせ今の奥さんも金目当てでしょ。あんたみたいにつまらない男が再婚できるなんてお金くらいしかないもんね。俺がどん底にいる時に支えてくれた女性が今の妻だよ。和子みたいな性悪女じゃない。自分がそうだからって他の女性も同じだと決めつけるのはやめてくれないかな。すごく不愉快だよ。用がないならもう二度と連絡を取ろうとしないでくれ。待って、よりを戻すっていうのは無理だって分かった。その代わり少しでもいいからお金を貸してほしい。実は少し生活に困っていて、それでトオルを頼れないかって思っていて。俺が和子を助ける理由って何がある？俺を絶望させて捨てたくせに。しかも俺の年収が3000万円になったと分かった途端に手のひらを返しておいて、これ以上和子のことを失望させないでくれないか。浮気をしたことの謝罪もないくせに金だけ貸せって。それは本当にごめんなさい。私も謝りたかったけどタイミングが見つからなくて。へえ、それで今がいいタイミングだと？俺が3000万円の年収と知った時がいいタイミング？そんな意地悪ばかり言わないでよ。この程度が意地悪になるんだ。だったら和子がしたことはどのレベルになるんだろうね。俺は和子と違って我慢して付き合うのはできない。嫌な相手には相応の態度しか取れないんだ。そこまで言わなくてもいいじゃない。私はそこまで言われるようなことはしていないでしょ。自覚がないんだ。自覚がないなら教えてあげるよ。和子がしたのはそこまでのことなんだよ。人の金で浮気、開き直り、稼ぐようになったらすり寄り、どれを見ても最低のことばかりじゃないか。トオル、お金を稼ぐようになってから変わったね。前のあなたならそんなことは言わなかったよ。前の俺というより和子相手だからだよ。他の人にはもうちょっとオブラートに包んだ言い方をするよ。和子相手だから我慢ならないんだってことをいい加減に覚えてほしいものだね。家の周りをうろつくことはないだろうけど、万が一俺の家の周りをうろつくようなことがあったら、すぐに警察を呼ぶように言っておく。一つだけ、
和子から連絡が来てよかったことがあったよ。え？逃がした魚は大きかったんだってことを思い知ればいい。和子が悔しがるくらい、俺は今の妻と子供と一緒に幸せになってみせるから。その後、俺は和子をブロックしました。ちなみに、俺が和子をブロックしていなかったのは、未練でも何でもなく、忘れていたからです。起業してからは、結構忙しかったので、ブロックやアドレス削除を忘れていたんですよね。本当にただそれだけの話です。妻にも和子から連絡が来たことは伝えているので、何かあったら遠慮なく警察を呼ぶように言っています。人間はお金が絡めば思わぬこともするものだと、俺は身をもって味わっているので、妻にも警戒してほしいからです。これ以上、俺は和子のことを考えるのはやめます。和子のことを考えるよりも、妻と子供と幸せになる方を考えた方が有意義だからです。その後、和子がどうなったのかは知りません。ただ、知り合いからやばいところからお金を借りて逃げ回っているという話を聞きましたね。あれだけお金にこだわっていながら、結局こういう結果になったのだから、和子自身何も計画性がないのでしょう。ある意味、俺は和子と離婚できて正解でした。もし和子と夫婦関係を続けたまま、今の年収になっても、今ほどの余裕はなかったでしょうから。きっと和子がどんどんお金を使って、余裕のない生活に四苦八苦していたはずです。そのことを考えると、離婚できたのは俺の人生においてラッキーだったと言えます。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。これから一生暮らすための家でしょ。どうして私の意見を聞いてくれないの。金を出すのは俺と親だろ。なんでお前の意見なんて聞かないといけないんだよ。そっちがそのつもりなら、私の名前は美里。今回は夫、聖吾の話です。こちらがその聖吾。聖吾は自己中心的な部分があります。正直、今後も一緒にやっていけるのかと不安に思うこともあるほどです。私たちは結婚2年目。聖吾に対しての不満もどんどん増えてきている頃です。でも、そんな時に許せないことが起こりました。それでは、聖吾とのやりとりをご覧ください。二世帯住宅を建てた？私そんなことは聞いてないよ。そりゃ言ってないからな。お前もマイホームは憧れるって言ってたじゃん。確かに憧れるとは言ったけど、私の意見はまるっきり無視なの？しかも同居だって話も初耳なんだけど。だからお前に言ってないから当然だろ。私だって一緒に暮らす家族なのよ。なんで一言も相談してもらえないの？うるさいな。うるさいって何よ。結婚前は同居はないって言ってたじゃない。うるさいって言ってんだろ。妻は夫の言うことを聞いてりゃいいんだよ。ああ、一つだけ言っておかないといけないことがあった。ローンきついし、パートよろしく。私に相談もなかったくせに勝手にパートまでしろって。ちゃんと相談した上でならパートだって何だってやったわよ。でも私の意見も聞いてもらえていない家のために働くなんて嫌。私家を出るから。新しい家で暮らすならあなたとお母さんたちだけで暮らせばいいわ。もう離婚する。大事なことを相談してくれない夫なんていらない。は？実家に戻ってもすぐに連れ戻されると思ったので、妹の家に避難させてもらいました。実家の両親も妹夫婦もそれはありえないと家のことに対してドン引きしていました。案の定、実家に義父母と夫が迎えに来たそうです。実家には戻っていないと両親が言っても、隠してるんだろうと詰め寄ったのだとか。両親が追い返したそうですが、家の中にも入ろうとして非常識な人たちだったと父が怒りをこらえながら話していましたね。とりあえず妹夫婦の家に避難していてよかったです。妹夫婦はしばらくいていいと言ってくれたので、お言葉に甘えることにします。妹の旦那さんには本当に申し訳ないですけどね。義士とはいえ、私が家にいることで落ち着かないでしょうから。おい、まだ帰ってこないのか。さすがに父さんたちも怒ってるぞ。勝手に家を飛び出すなんて家族としての気持ちが足りないって言ってる。家を建てる話には参加させてもらえないのに、こういう時だけ私を家族扱いするの？あなたもお母さんやお父さんたちも自分勝手すぎる。だいたい同居なんて大切な話を相談なく決めるなんて。
母さんがいたらお前も楽になるだろう。楽になるのはあなただけでしょ。夫って立場じゃなくて息子に戻れるものね。義実家での仕事も増えて結局私の負担が増えるだけじゃない。お正月とか帰省した時、私が休む暇もないまま働かされていたのを見ていたはずよね。私のことを考えてくれるなら簡単に同居なんて決められないはずよ。私はもうそっちには戻らない。お母さんたちと同居したいならあなた一人でどうぞ。義父母の不安がわからないわけではないのです。結婚前は同居しなくていいと言われていましたが、将来的には同居しなければいけないだろうなと覚悟もしていました。覚悟はしていても心の準備ができないまま勝手に二世帯住宅を建てて同居開始になるとは思っていませんでしたけどね。しかももう家は完成しています。話すきっかけはたくさんあったはずなのに、完成するまで夫も義父母も同居のことなど隠し通していたことが気に入りません。ちゃんと相談をしてくれていたらきっと新しい生活を素直に受け入れることができたと思うんですけどね。今の状況では大切なことを隠されて信用も何もあったものではありません。だから離婚の意思は覆ることはないでしょう。妹の旦那さんから弁護士を紹介してもらうので、どうしても受け入れてもらえないなら裁判になるでしょうね。父さんや母さんもお前と暮らすのを楽しみにしてるんだぞ。お前の勝手な都合でめちゃくちゃにするつもりか。私の勝手な都合？相談もなく勝手に家を建てて勝手に同居を決めた、そっちに非はないの？うるさい。俺の家に嫁いできたんだから俺の家の流儀に合わせるのが当然だろ。そうやって亭主関白気取りをしたいなら別の女性を探せば。少なくとも私はもうあなたにもあなたの両親にも尽くすつもりはない。離婚したらもう結婚なんてできないかもな。30代半ばのおばさんなんて再婚できないかもよ。それでもいいよ。あなたと一緒にいるよりはマシだから。お前のために二世帯にしてやったのにひどい言い草だな。私の意見が一切反映されていないのに私のため？笑わせないでよ。しかもローンの支払いは私が働くはずのお金も含まれているんでしょ。それなのに私は何も教えられていない。二世帯住宅のことも同居のことも事前に相談してくれれば断るってことはなかったのにね。何のつもりで隠したのか知らないけど、結局それが自分たちの首を絞める結果になったんだと理解した方がいいよ。生意気なことを言うなよ。お前は俺の金で飯を食わせてもらっているんだぞ。そのことについても私は結婚前に仕事は続けたいって言ったよね。それなのにあなたが言ったんじゃないの。女一人養えない男に見られたくないから仕事を辞めてくれって。私が勝手に辞めたような言い方をお母さんたちにもしていたでしょう。そのせいで私が陰でどれだけお母さんにいびられていたと思ってるのよ。それは母さんの愛情表現の一つだろう。だったらあなたも私の実家に行きましょう。同じ態度を父か母に取ってもらうから。お前は俺の家に嫁いできたんだ。なんで俺がお前の親にいびられないといけないんだよ。本当にあなたって自分のことばかりね。せめてそこでかばってやれなくてごめんとか、辛い思いをさせてごめんとか言ってくれれば印象も変わるのに。今更言おうとしないでね。指摘されてから言われた言葉に何の意味もないんだから。結局夫は自分の親には強く言えないようです。それは別にいいのですが、私の味方にならないどころか隠し事までされたことが一番ショックでしたね。きっと今の段階で我慢したとしても遅かれ早かれ離婚にはなっていたでしょう。だから今の時点で離婚をするのが一番かもしれません。両親や妹夫婦も離婚した方がいいと言ってくれていますし、幸いにも私は資格を保有しているので仕事には困りません。最初はちょっと大変ですが、資格があれば手当なども増える仕事ができるので生活面の苦労も多分大丈夫でしょう。独身時代に貯金していたお金もありますからね。その後私は弁護士を雇って離婚に向けての話し合いをしました。夫や義父母は反対しましたが、私自身の意思は固いです。おい、本気で離婚すんのか？お前、俺たちのことを何にも考えていないんだな。お前みたいな自己中心的な女は初めて見たよ。自己中心的？
それを言うならそっちでしょ。自分のことは棚上げして人を批判するのはやめてくれない？お、俺たちのどこが自己中心的だって言うんだ。気づいてないの？勝手に同居を決めたこと、勝手に二世帯住宅にしたこと、勝手に私のパート費用もローン返済に充てようとしていたこと、これだけずらりと並べても自分たちの身勝手さがわからないの？もし本気でわからないんだったらさすがにおかしすぎるでしょう。家族で協力すればなんとかなるだろう。家族なんだから協力をすれば。私は家族じゃないんでしょ？家族じゃないから話し合いにも参加させてもらえなかったんでしょ？都合のいい時だけ家族って言葉を出さないで。虫図が走るのよ。その後、私は夫をブロックしました。離婚のことは弁護士に任せているので、やり取りの必要性を感じなかったからです。妹の旦那さんが紹介してくれた弁護士は、敏腕でスムーズに離婚まで持って行ってくれましたね。慰謝料などはないのですが、あの一家から離れることができるなら良かったです。そして、新しい生活を始めて半年ほどが経った頃、元夫から連絡が来ました。どうやら夫は自分の親と一緒に新しい家で暮らしているようですが、ローンの支払いができずに困っているそうです。そりゃそうでしょう。だって夫の年収の何倍ものローンが組まれていたのですから。普通に考えて、年金生活の元義父母と給料の低い元夫で払い切れるお金ではありません。ちなみに私がフルタイムで働いてようやく支払えるという感じでしょうか。身の丈に合わない家を購入して、結局ローンの支払いで四苦八苦することになったのです。まあ自業自得ですけどね。私にも支払うように言ってきましたが、本当にあの一家は頭がおかしいのでしょうか。元妻に対してどうしてローンの支払い請求ができると思っているのか不思議です。まあおかしい人たちだから今回みたいなことになっているんでしょうけどね。普通だったら身の丈に合わないローンを組む前に誰かが疑問に思うはずです。それなのに誰も不思議に思わず全員がゴーサインを出したんですよね。まあそのゴーサインで眼下に真っ逆さまに落ちる結果になっていますけど、元夫から電話が来ないように元夫に関する電話番号などは全て着信拒否にしました。これでもう連絡は来ないでしょう。私は結婚前に勤めていた会社で再度働くことになりました。当時の上司がまだいたこともあって再雇用をしてもらえたようなものです。上司や他の社員たち、そして会社に貢献できるようにこれから仕事を頑張りたいです。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前は陽子、33歳、外資系企業で働いています。今回は年下の彼との話になります。こちらがその彼、智也です。この度大手自動車メーカーに勤めている5歳年下の彼氏智也と結婚が決まりました。年の差があるので不安だったのですが、彼は気にしないよと言ってくれて、式場の見学をしたり料理を試食して毎日楽しみにしながら過ごしています。いよいよ私も花嫁になれるのか、そう思っていたのですが。それでは智也とのやりとりをご覧ください。智也、結婚式の日取りやプランをそろそろ考えたいんだけど、今週末は空いてる？ああ、ごめん。その日は知り合いに誘われてんだ。隣県に一泊二日の旅行に出かけようぜって。そっか、仕方ないね。ごめんな、陽子。ううん、気にしないで。智也にも息抜きが必要だもんね。まあそこまで焦る必要はないんじゃないか。陽子もずっと俺と一緒にいたら疲れるだろうし。そんなことないよ。私は智也と素敵な結婚式を挙げたいもの。見学だけして、それ以降は仕事も忙しくなってきたからな。ちなみにこの日がいいっていうのはある？定番の6月かな。ああ、ジューンブライドってやつ。私の友達もその月に結婚式をした子が多くて羨ましいなと思って。女性の憧れってことか。俺は反対しないよ。陽子の希望に合わせる。いいの？智也にも何かこだわりがあるんじゃ。新郎新婦が主人公なら当然として、俺は陽子の花嫁姿が見たいんだ。きっとウェディングドレス超お似合いだぜ。来年で34歳になるんだよ。気にすんなって。むしろそれは俺のセリフというか、まだ28歳だし
陽子から見たら子供かも。いやいや、智也をそういう目で見たことは一度もないよ。大学に行けなかったのは単にお金がなかったからだし、大衆学歴も高卒で。気にしなくていいよ。私は智也がいいって思ってる。陽子、ありがとう。じゃあ次の休みにいろいろ決めようよ。パンフレットも何冊かプランナーさんからいただいたし、カフェでゆっくりしながら。賛成。来週なら特に予定もないから、そっちに合わせられるよ。私としては和装もしたいなって。陽子はおしとやかな人だし、絶対にぴったりだわ。やだ、褒めすぎだよ智也。年齢差を感じさせないぐらいのいい結婚式にしようぜ。問題はお金だけどな。私も入社当初から貯めている貯金があるし、少々高くても平気だよ。すげえな、先を見越して行動する陽子は。そういうのがおばさんくさいって周りからよく言われるの。俺もそろそろ大人にならねえとな。智也は十分大人でしょ。未来の奥さんにばかり負担をかけさせるのは男らしくないなと思ってただけだよ。悪いけど土日は会えないから、また週明けにどこか飯を食いに行こうぜ。了解。お友達との旅行楽しんでね。 LINE のやり取りを見た感じ、彼は少し疲れているんじゃないかと思いました。今年から本社に異動となったようなので、それと同時に多忙を極めているのでしょう。智也には無駄な疲れをためてほしくないので、思いっきりリラックスしてほしい。彼と会うまでの数日間、私は式場をピックアップし、雰囲気が良さそうなところを選びながら過ごしました。しかし私は気づいていなかったのです、智也が胸の内に秘めていた本心を。なあ陽子、ちょっと話したいことがあるんだけど。いいよ、ちょうど定時退社するところだったから。どうしたの？あの、怒らないで聞いてほしい。ん？うちの親がさ、今になって俺たちの結婚を渋ってるみたいなんだ。え？忙しい合間を縫ってウェディングプランナーさんと相談しただろ。本番まであと3ヶ月まで迫ってるのにさ。ご挨拶に伺った時は特に何も言ってこなかったのに。陽子もそう思うよな。考え直した方がいいんじゃないかって父さんが言うんだぜ。私、お父さんとお母さんに変なことしたかな。両家顔合わせだってうまくいってたと思ったのに。理由を聞いたんだよ、陽子のどこが不満なんだって。うん、すげえ言いづらいな。教えて、改善できる余地があるなら頑張りたい。5歳差もあると智也がかわいそうだって。え、まさかそれが原因？俺は28歳で陽子は33歳じゃん。世代も考え方も違うから、いつか必ず壁にぶつかるとか言うんだぜ。そんな、私は気にしたことないよ。異業種交流会で知り合ったのがきっかけとはいえ、お互いに自立した社会人でしょ。俺は親が21歳の時に生まれた子だし、若いことを重要視してんのかな。今から説得しても間に合う？断固反対ってわけじゃないらしい。本当に年上の女性で大丈夫なのかって心配をしているだけだと思う。やっとの思いで結婚式ができると思ったんだけどな。そんな風に思われていたのはショックかも。気にするな、陽子は俺が幸せにする。友や、年上だろうが関係ない。たとえ父さんが相手だろうが、文句言われる筋合いはねえよ。ありがとう、友やには感謝しかないわ。無視してくれて構わないから気に病むなよ。友やのご両親が不安に思っているのは私もうすうす気づいていました。きっと孫の顔を早く見たいだろうし、私も少し焦っています。子供は絶対に一人欲しいし、かといって結婚してすぐはどうなのかという葛藤と戦っていました。不安を引きずったまま結婚式まであと1週間となった時、友也から LINE が来たものの、それが信じられないような内容だったのです。ごめん友也、電車の中にいて出られないの。 LINE のメッセージなら話せるわ。すまない、いきなり。通知が来た時はびっくりしたよ。何かあったの？あのさ、俺たち別れよう。はあ？婚約解消をしたいんだ。え、ちょ、待って、智也。結婚式まであと7日なんだよ。一方的な要求なのは分かってる。いきなり取りやめるってどういうこと？ちゃんと説明して。父さんからお見合いの話をもらったんだ。
俺よりも4歳年下のとある会社の社長令嬢と会社を辞めてそっちに転職することも決まってんだよ。ということは私よりも9歳若い女の子。あれから家族に説得されてその通りだと思うようになってさ。え？年齢的にきついんだよ、イオコは。嘘、この間まで気にしない、一緒になろうって言ってくれたじゃない。もっと早く気づけばよかった。そっちから告白してきて付き合おうってなったの覚えてる？私その時に伝えたはずよ、あなたより年上だけど大丈夫かって。間違っていた。どういう意味？包容力があって性格も優しい、そんなお前に甘えていた俺が悪かったんだ。若い子と結婚して子供を作りたいこっちの気持ちを察してほしい。あまりにも自分勝手すぎるわよ。慰謝料と結婚式のキャンセル費用はちゃんと払うからさ、ここはおとなしく身を引いてくれ。この間の旅行はもしかして？そうだ、その時点で見合いの話をもらっていた。あれだけ結婚式について話し合っていたのに裏でこそこそと浮気？甘い言葉ばかり投げかけておいて不貞行為をしていたということね。ごめん。最低。私がどれだけあなたを愛していたのか分かってるの？仕方がないだろ、俺だって年上の女と遊びたいと思う時があるんだよ。遊びって？婚約までしておいてその一言で片付けるつもり？お前こそ若い男と一時的に付き合えたことを感謝した方がいいぜ。態度をコロコロ変えてるけどそれが友也の本性なのね。24歳の子と会って相性が良さそうならそのまま婚約するつもりさ。向こうはそれを了承してんの？私という彼女がいたにもかかわらず。完全に別れることを条件に了承してくれた。ということで今まで楽しかったよ。じゃあな。あまりにも自分勝手で最悪な発言を目にして私は絶句しました。私の両親や友人はすごく喜んでくれていたのにこんなことになるなんて。3日後口座に数百万のお金が振り込まれ、ああ終わったんだなと肩の力が抜け、休日はずっと涙を流し精神的に大きなショックを受けました。それから半年が過ぎ、智也のことを忘れてだいぶ吹っ切れた私。3ヶ月間の海外出張の真っ最中にスマホの LINE 通知が鳴ったのです。よう、久しぶりだな、陽子。どちら様ですか？俺だよ、元婚約者の智也。完全に記憶から消えようとしていたのにこの後に及んで連絡してくるとか一体何のつもりよ。元気かなと思ってさ、世間話ができたらいいなと。はい？私をひどい言葉で罵っておいて友達のように接しろって？ふざけるのも大概にしてよ。あの時は悪かったよ、反省してる。申し訳ないけど私は海外出張中で相手をする暇はないの。そうか、ヨーコは外資系企業にいるもんな。イギリスのマンチェスターで商談中なの。時差もあるし LINE 切るね。待ってくれ、俺の話を。しつこいわね、手短にお願い。単刀直入に言う、俺とやり直そう。はあ？俺家族にそそのかされたんだ、年上の女を抱えると将来苦労するだろうから若い女性にしておけって。私が復縁要求をされてはいわかりましたって言うと思う？お見合いした子が妊娠したんだ、最初は俺の子かと思った。あら、よかったじゃない、おめでとう。違うんだよ、あの女俺以外の男と付き合ってそいつの子を身ごもったんだ。それはかわいそうに。つい1週間前に入籍したばかりだというのにとんでもないことになっちまった。早く離婚して陽子と最初からやり直したい。交際半年でもう結婚したんだ、私の時とは大違いね。相手は慎重に選ばないと後悔するわよ。今それを実感してるってこと？あのね、私は智也と結婚しないし何度頼まれてもうなずくことはないわ。それにイギリスで素敵な男性と出会えたし。は？え？こっちに来てまだ1ヶ月しか経っていないけど近々デートに行く予定なの。ヨーコ、お前だって同じじゃねえか、たった半年の間に次の男かよ、とんでもねえ女だな。その言葉そっくりそのままお返しします。次こそは幸せになりたいからすぐにお付き合いするということはしないわ。なんでお前が幸せになろうとしてんだよ、俺はこんなにヤバい状況だっていうのにさ。社長令嬢と結婚して逆玉の起こしを狙おうとしたんじゃないの？離婚したくても全く応じてくれねえ、
このままじゃ金だけ稼ぐ召使いだ。奥さんが不倫して相手の子を妊娠したのに？相手は行方不明だし、親も我が家のために我慢してくれの一点張り。義父にも夫となったからには逃げるような真似は許さんって言われたんだよ。自分で自分の首を絞めたってことね、ご愁傷様。おい、俺が逃げられる方法を教えてくれよ。無理、これ以上智也と関わると巻き込まれそうだもの。今までのことは全部謝る。ごめん陽子。現実を受け入れなさい。さようなら陽子。私は智也の LINE をブロックし、とてもすっきりしました。その後、結局会社を継ぐことはかなわず、奥さんの弟に地位を奪われたらしいです。実家は岐阜から多額の援助を受けている関係で、智也を助けるようなこともせず、逃げたくても逃げられない状態なので、かなり追い詰められているでしょう。一方、私はイギリスでの仕事を続けており、あと少しで出張が終わります。それまでに出会った男性とデートを重ねて、いい感じになれたらいいな。今度こそ年齢を気にしない誠実な人とお付き合いができることを願って。本日もご視聴ありがとうございました。